ごきげんよう、あすままです。今回はお弁当のおかず3品を作ります。分量は作りやすい分量で、出来上がりは3人分程度を想定しています。材料は概要欄にも書いてあります。チャンネル登録もお願いします。味の決め手は高橋商店の和風版の安丸だし。原材料の椎茸、昆布、いわし、サバ、カツオは国産、愛媛県産のいわし煮干し使用です。四国で一番売れてるだしパックです。水から煮出すパック入りのだしですけれども、今回はパックを破った中身を使います。今回使う安丸だしは2パックです。そのうち1パックは中身を出して半分に分けておきます。霜降り平茸のだしソテーを作ります。霜降り平茸はごま油をひいたフライパンにほぐしてから入れて、中火で両面を焼きます。炒めません。じっくりと両面を焼きます。焼いている間に他のおかずの準備、ワーマンポテトの具材をカットするなど効率よく進めます。平茸が焼けたら安丸だしをかけて、焦がさないように火から下ろして絡めます。だしを使って和風に仕上げるジャーマンポテトです。ウインナーは半分に切っておきます。ミニパプリカはヘタと種を取ってから6つに切ります。じゃがいもは皮を剥いて12分割のくし切りにしてから水にさらします。水を捨ててからレンチンします。耐熱ボウルに蓋からラップをして600W で3分、混ぜてからさらに1分加熱します。油をひいたフライパンにウインナー、パプリカを入れて炒めます。ウインナーが温まったらレンチンしたじゃがいもを入れます。安丸だし、ブラックペッパーをかけて香り付け程度に醤油を垂らします。調味料が馴染んだら出来上がりです。お弁当に冷しゃぶも入れられます。水に安丸だしを入れて沸かしている間にタレを作り、豚肉は1枚ずつ剥がしておきます。沸騰して3分から4分経ったら、だしパックを取り出して酒と塩を入れます。豚肉がくっつかないように1枚ずつ入れて茹でます。茹で汁は冷えて固まった油を取り除けばスープに利用できるので、捨てずに冷蔵庫で保存します。茹で上がった豚肉をタレにつけていきます。すりごまをかけて和えておきます。大きいものからお弁当箱に詰めていきます。紙カップにワーマンポテトを入れます。別の紙カップにレタスを敷いて、豚肉冷しゃぶ中華だれを詰めます。霜降り平茸のだしソテーはご飯が進む味付けなので、ご飯の近くに配置します。ふりかけは不要です。でも娘はキノコが苦手なので、代わりに塩昆布をかけておきました。お弁当の完成です。今回使用した安丸だしはインターネットにて注文できます。割引キャンペーン実施中です。初回購入アンケートで、あすままのコストコメモと答えるとお得に購入できますよ。安丸だしを使ったレシピは再生リストにまとめてあります。概要欄のリンクからご覧ください。今後も安丸だしとコストコ購入品を使ったレシピを投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。